I'm a place of hardship to a place of ease, cause a place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth or if maybe I should preserve coping by hating you. I don't need you. いつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。57歳おっちゃんのゆるいガレージライフ動画の時間です。それでね、今日もね、この車の方のね、ガレージの方からねオープニングトーク撮ってるんですけど、実はねエンジンかけて出ていこうと思ってブレーキを踏んだんですよ、 NSX。 そしたらなんとまあメーターパネルエラーランプがバーン。もう最近何やってもついてないなと、まあ多分ね、ブレーキランプの急切れかなと思うんですけど、今日はねとりあえず故障を直そうと思ってます。今日はね天気もいいしね、ちょっとドライブ考えてたんですけどね、まあこのね急切れではねちょっと走ったらダメなんで。それでねこの前この86もね急切れで直したばっかりやのにね、本当に最近、ついてないっていうかよう壊れる57歳おっちゃんです。てなわけでね、今日はこれで、とりあえず修理、ブレーキの給油だけでよかったらいいんですけどね、ちょっと様子見ていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。それで私一人でねブレーキ踏んでどの給油が切れてるっていうのがわからないんで、とりあえずね後ろにビデオカメラ構えてでエンジンかけてブレーキ踏んでどれが切れてるかな検証していきたいと思います。頑張ります。おーす。よいしょ、おーいしょ。はい、はい、エンジンかけます。はい、チェックランプ全部消えました。それで、ブレーキ踏みます。これね、エアサツのユニットをトランク入れてるんです。さっきここだったんでね、ここをちょっと直していきます。キューを外します。どれかこれかな、はい、切れてました。これをね今から調達に行きます。はい、球を調達にね発力で行ってきます。おーす。
はい、旧ね、知り合いの車屋さんでねゲットしました。それでね今風切り音がねバンバン浮いよんでね、これ綺麗に撮れてるかどうかわからないんですけどね、一応ねちょうど休憩でね、好きな中川の方にやってきました。こんな感じです。すごい風がきついがねちょっと残念なんですけど、めちゃくちゃねけどね日差しはきついけどねめっちゃ気持ちいいです。ちょっと癒されてからね帰っていきたいと思います。どうす、はい、調達してきました。これわかるかな、こんな感じ。こっちが切れてるやつで、こっち側が今回調達してきたやついただいてきました。今からつけていきたいと思います。もうこれはね差し込むだけでした。はい、エンジンかけます。はい、チェックランプ全部消えました。それで、ブレーキ踏みます。まさかのエラーが解除されない。ちょっと差し込みが悪かったのかな。ちょっとチェックします。この球も切れてました。あれさっきの球なんだろう、これあれも切れてたんですけど、こっちも切れてました。ちょっと調達行ってきます。はい、はい、調達してきました。知り合いの車屋さんからまたいただきました。今からつけます。はい、これでねテストします。どうもやっと治りました。それでね今回の球また知り合いのね車屋さんからいただいてきました。本当にありがとうございます。一応ね、お金は払うとは言ったんですけどね、いつもご厚意で、いただきました。本当にありがとうございます。またねお礼は何かさせていただきます。ありがとうございます。それで今回ね2回ですよ。あの初めにあの外した時にこんなちっちゃい、あれなんていう球なんですかね、普通の球よりちっちゃいやつがたまたまそこが抜きやすかったんでプッと抜いたら切れてたの でそれと思い込んでまず行きました。ほんで行って、車屋さんにいただいて、それからちょうど時間がね休憩時間だったんでちょっと中川の方ね86でブラーっと行って、で帰ってきてつけていざ行くぞって言った時にまたエラーがバッと出ちゃってスッてなって、あれ球まだ他にあるんかなと思って、それで横見ていったらね球があって、あの大きい球がありました。
それで、車屋さんにまた行ってご厚意でいただきました。本当にいつもありがとうございます。それでね、今付け替えしたらね、無事、エラーも出ずブレーキランプもつくようになって、修正ができました。本当にありがとうございます。今日はね、まあそんな感じでね、結局2回行ったりなんとかかんとかしてたらね、もうなんかね、今日エイプのねサイドカバーをねアルミの本番で作ろうかなと思ってたんですけどね、もう明日にします。ってなわけでね、今日は NSX の Q を変えるという本当に緩い動画にね、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。まあこのような動画ですけどね、よかったらね、あのいいね高評価してやってください。このいいね高評価がねめちゃくちゃね、モチベーションアップになります。それでまた明日もね緩い動画になりますけどね、アップしますのでチャンネル登録していただいて、明日の動画でねまたお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。 NSX でした。おーす。